シーン8、カット15、テイク2、よーい、スタート。正直に答えて、なぜ残していったの？違うの。無意識の中のあなたの声が聞きたいの。義務としてでなく、意志としてでなく、奥から湧き出てくる吐息。じゃあ、このままでいいんですか？いいの。続けさせて。カメラ回してみます。それはあなたの喉の奥から生まれてくる震え。今のテイク良かったですね。最後のアドリブも生かしときましょうか。ああ、そうだね。やっぱり帰ってくるとホッとするよな。といっても僕の家じゃないんだっけ。あれ、何ぼっと突っ立ってんだよ。ここはビールで乾杯と行きたいとこだけど。コーラでいいよね。この暑い日に？ほらやっぱり。ほい、お待たせ。この一杯のために生きてる。あー、でも汗かいちゃったな。クロワかそっか。ねえ、そんなに僕とキスしたこと後悔してる？なんか、いつもと雰囲気違うみたいだし、家だったのかなってちょっと考えちゃった。そう、それならよかった。嬉しかったんだ。僕のことを守ってくれるっていう言葉、記憶が戻る戻らないなんてどうでもよくなってきちゃった。それより、今まで通りこうして楽しく話ができたらいいやって。男と女って意識してギクシャクなんかしたらつまらないよ。僕は旅行前と同じように楽しく暮らしていきたい。ダメかな？僕の方こそ、今までありがとう。過去がわからないような人間に優しくしてくれて、部員のみんなとも知り合えて仲良くなれたし、それに他人を演じることがこんなに楽しいことなんて思いもよらなかった。今まで本当にありがとう。そして、これからもよろしく。それは時々、いつもは泣き虫じゃないって。
パか。隣の村山ですけど、留守の間に荷物を預かっておいたんですけど。もしもし、お隣の村山です。お預けしておいたうちの主演女優受け取りに来たんですけど。そういうわけなんです。信じてもらえないかもしれませんけど、本当に記憶喪失なんです。どうやら嘘ではないようだね。で、いつからこいつとくっつき始めたの？まだちゃんとはくっついてません。そんなこと真面目に答えなくていいんだよ。ダメ。一応私は弦を担いでるの。前の映画だって女優とカメラマンがくっついてあんなことになったでしょ。でも今回の撮影は死人を出したくはないの。この映画だけはちゃんと完成させて発表する。それがこのシナリオを預かった私の使命だし、それに部を存続させるというのも部長としての私の使命。美月ちゃんはこの難しい役をちゃんとこなしてくれてるし、今までのことは私の胸の内にしまっておく。でもこれ以上は部の決まりから見て見ぬふりはできない。うちの父親がウィークリーマンションを経営してるから、美月ちゃんはそこに引っ越すこと。これは部長命令。映画が完成したらあとは二人の自由よ。でもそれまでは部の約束を守ってちょうだい。
カット。はい、クランクアップです。お疲れ様でした。